ょっと不安ですね。7勝ぐらいまでは、ね、ちょっと、あれだったんですけどね。負けないでやりたかったですね、ちょっと。まあ、ちょっとここで余談なんですけど、このアリーナ、報酬がその勝利数によって変わるって言ったと思うんですけど、基本的にはなんですけど、150ゴールで参加して、3勝より低い場合っていうのは、基本パック1つとゴールドが、まあ、40から50だったりとか、まあ、ダスト、まあ、要するに元が取れない可能性がとても高いんです。で、今回1、2マナが揃っていてコインを持っているので、まあ、最悪3ターン目にコインを切って4コスの、先陣という強いカードを出そうかなっていった感じですね。わざわざ切る必要がないということです。逆に言えば。で、まあ、3ターン目までカード引けますからね。1枚、2枚、3枚。もちろん出るかもしれないし、出ないかもしれない。出なかったら先陣切りましょうっていったところです。これなんですけど、ミニオン詰めます。ここは絶対詰めた方がいいです。これ、基本的に、シャーマンっていうのは、固有カードがかなり独特で、ニコスで強いカードって、ニコスが結構強いんですよ。ニコスの3、4のカードが。まあ、オーバーロード1つくんですけど、そのカード以外は弱いです。正直弱いです。なので、攻めるときに攻めましょう。で、全体除去があるんですけど、それも1種類しかない。で、アリーナにピックされているかって言ったところで、まあ、マリガンの時点でまず残さないです、カードとして。なので、引いてなければ、強いということで。こうですね。これは全体除去にはめっちゃ弱いんですけど、その代わり、なければめっちゃ強いです。で、僕はない方にかけました。理由としては、マリガンの時にはキープしない。引いてこないと、ない。で、まあ、取っている可能性、確率。まあ、1枚はあるかもしれないけど、マリガンして、さらに引いてくれるかって、これ引かないだろうといったところですね。で、今この読みが当たったので、今盤面はすごいこっちが取っていると言えますね。で、もちろんなかったから出したので、あったら間違いなく出します。もちろん、ブラフとか、ないように見せかけてあるよっていうのもあるんですけど、ないです。なので、これは、本体をガンガン狙っていきましょう。こちらから除去する必要は全くないです。むしろこの数を生かして本体を殴った方がいいですよね。だってこれを倒そうと思ったら1体2体ヒーローパワー。まあこれが出せないってなると1体2体3体座れる。でもこれを無視することによってこのターンになんと9点のダメージを与えることができたということです。で、マッドサイエンティストも出せるタイミングだったらすぐ出した方がいいです。ただ、強いカードがあるんだったらより強いカードを先に出してください。で、マッドサイエンティストを先に出した方がいいっていうのは、デッキからシークレットを2枚引いた時点でもうこの価値は全くないです。本当にただの2コス22のバリナミニオンです。なので引く前に使えれば OK で、今回の場合はまだ1枚も引いてないということで、まあ余裕があるのかなという方が、まあ、少なからず先陣から出したよといったところですね。で、今回なんですけど、すごい盤面を詰めてます。なのでコドでいいです、この場合。効果発揮しないんですけど、全体除去がないと分かってるんで、ここに付け入る隙、ここに付け入らないなんてことはまずありえないです。付け入りましょう。相手の弱いところを崩していくのが定石です。相手の場合全体除去がないっていうことが分かっているので、盤面を広げて相手に除去をさせるといった形ですね。もちろん相手が、盤面の除去を選択できるので、例えばなんですけど、今回の場合先陣で殴っていれば1点残ったよねってあるんですけど、相手に除去させることでダメージのプッシュは成立するよといったことです。で、また全体除去が僕、今回持っているので、まあガンガン押していきたいなと思います。で、今回これだけは特別で、こうやってやります。これだけは特別です。理由としては次のターン、間違いなく僕はフレームストライクを打ちます。これなら、相手は1点が足りないので多分、イエティが除去してこないです、何も。何も除去してこないです。アタックする意味がないので。人間を取れるなんて、だって、するの相手かするだろうっていう。これを僕は読んでいたので、ここでフレームストライクを選択します。で、まあ、ここで、一応、すごいプッシュしてて、盤面は相手に美味しく、まあ、取られていたわけなんですけど、まあ、またここで大逆転をしたよって言ったところですね。
まあ、ここら辺の芸だいぶわかりますね。まあ、今回だと倒してサイレンスタンクがすごい強い動きなんですけど、ないのかなっていう。お、タウントが出てきました。これはちょっと強いですね。あ、手札にこんなカードが。まあ、ここは、まあ、いくつか手はあるんですけど、考えとして倒す。で、チャガーを出して、あ、先にこれを出して、チャガーを出す。っていうと、綺麗にマナが使える。なおかつ、次のターンにダメージを与えられる可能性がとても高い。といったところですね。で、もしもこっちを出した場合、相手が単体除去なんかがない場合は、まあ、変えるだけですね。ブロックっていうのがなければ、間違いなく強いカードとは言えますね。まあ、あとヒーローパワーで3分の1の確率でヒーローのカード引かれなければです。まあ、トータルで考えると、まあ、シークレットを貼った方が強いのかな。なぜかというと、相手は選べない。しかも、まあ、二分の一で、まあ、先にフロックを防ぐこともできるし、ミラーエンティティという優秀なカード。もう、相手はカードを2枚しか選べないので、手札から出すカード。どちらにせよいいですね。もしも、ベンダーを引いた場合は、こちらでカイルを警戒できる。まあ、空発に終わらせることができる。で、もしもミラーエンティティだった場合は、そのまま、場面を取り続けることができると。いったところで、こちらを選択していきます。引いたのが、スペルベンダーということで、これが行きますよねっていう。まあ、カエルを持っているんだったら多分使ってくると。もしかしたらこの手に使ってくるかもしれないですね、下手したら。それを防げるカードでもあるし、まあ、強いカードに取っていこうと思ったカードも防げる。もしもこれを防げないのであれば、これが自由に動けるわけなので、まあ、それはないのかなっていう。で、これは相手が自分から処理していたんじゃ、倒せない。まあ、勝てないよということで、切り替えてきましたね。まあ、ちょっとこれは痛いんで、あれなんですけど。Another round? まあ、ヒーローパワー本体に打ってっていうのもありなんですけど、一応安全に行ければいいなと思っているので、この場合の安全は何かというと、これもしもアックスを持ってこられると12点プッシュされるんですよ。で、もう一個1枚で、まあ、あと6点。まあ、これ含めてあと5点。んで、ワンチャン、ありそう。って思ったあなたはぜひこうしてください。まあ次のターンでも全然遅くないです。で、ミニオンを詰めた方がこのターン強いので、これを戻すよりカバー。これを戻してミニオンを詰めましょう。はい。これを除去しようなんて言ったら、まあ全体除去プラス、まあミニオンぶつけたりだったりとか、まあ少なくとも2枚切りますよね。ということで、まあ、無事これで、まあ、リーサルまで来てに持ってきたよね、ということで GG ですね。ということで、無事、3勝目、ゲットしました。いやー、ちょっと、胸を撫で下ろす。無事勝ててよかった。はい。ということで、まあここで3勝。まあ結構順調な。